10日目を迎えさせていただきました。本当にありがとうございます。それでやっぱ物事ね、こんな大人が真剣に遊ぶのよってやってるとしてもですよ、それでもやっぱ10日ぐらいやるとなんか見えてくることがあったりするので、シェアさせていただけたらなって思うんです。隣同士学びは続く、まあ、風さんの9月4日のコンサート、まあ、テーマがフリーですよね。まあ、無償のってお金払わなくていいっていう意味の、ね、見返り求めませんっていうフリーもあるけれども、もっといろんなこと書いてらしたでしょ。そのコンセプトの中にこうリベレーション、解放していくっていうね、もう何にもとらわれていない自分っていう意味のフリーもあるわけじゃないですか。それでね、やっぱり汗をかき恥をかくほど人は自由になっていくんだなというのをもう今生きてます。まさかそんなこと私できないですっていうことをやってみると、意外とあ気持ちいいって、私のグランドセントラル駅で踊りました。みんなに駅で踊った。うちの夫にまで邪魔になるじゃないかとか言われて、まあ、邪魔にならんようなとか選んでやってますよ。でもね、それやって、私だってそれはすごい抵抗あったんですよ。まあ、だから歯医者のね時間があったからもうやるしかないと思ってね、それでやった。それやってるうちにね、思い出したんですよ。ダンスの種類は違うけれども、この年になって、夢叶ってるわ今と思って、それなんか嬉しくなってきて、もう歓喜のジャンプをしてたわけですけれども、あれからですね、すごい吹っ切れた。なんかまさかって思ってることをやるっていうのって、もうすごい、ヌードビーチで裸で行きますわみたいな、似た感じなのかもしれませんね。そんな体験をしました。よほど練習なさったんですねとか言ってくださる方いらっしゃるんですけど、違うんですよ。私本当にじゃあ踊りますって言ってる1回しかやってないんですよ、一日に。何度も踊ってさ、なんかちょっとでもいい上手そうに見せようとか思っちゃう。そんな自分をもうええわと捨てたので、ボロボロでもええよって許したので、もう1回きり、ファーストテイクじゃないけれど、もう1回だけ、もう今日の私もそのまんま見ていただいていいです。もう汗かきます、恥かきます言うてね。これね、私にとってはすごく大きなチャレンジなんですよ。こんな積んだ恥ずかしいことを処理してから晒すは OK だったんですけど、もう現在進行形で処理も何もないの、そのまま進んで見られてるっていうのってものすごいハードル高かったんですけど、自分が楽になるっていうことが分かりました。いや、だって今さっきね、私のボーカルコーチ のマイケル先生とのレッスンだったんですけど、私が風子にかまけてね、ずっと風子 の歌を上手くならないまま練習してたんですけど、でもその風さんの曲が難しいからもう頭打ちだったんだけれども、私もね、風さんに出会う前に作詞作曲なんかやったことないんだけど、でもその私でもできるようなコード3つか4つぐらいでなんだけど、いろいろな曲がこう聞こえてくるみたいな感じになってね、10曲ぐらいあるんですよ。それでなんかもう久しぶりに、じゃあちょっと君の曲をやろうという話になって、でそれをさっき歌ってたんだけど、ね、もうすっごい久しぶり、1年以上経ってるかな。そしたらね、すっごい楽に声が出たの。当社費よこれも。いや、やっぱりなんかこのダンスでいいんだってこう自分を認めて、もうええよもうええよって、うん、そんな日もある、うん、もうええわって、私も捨てるってやってるとさ、なんか自分への信頼みたいなものも増えてくるからかな。なんかね、ああまた出ないまた出ないじゃなくて、もうええわって、あら出たみたいな感じで、今日はすごいね、絶好調のレッスンでした。そんなこともある、すごいね。でなんか見てくださってる方が、わあ、なんか桜木さん解放されてるみたいで自由でって、それとかそのご自分が踊ってるのを見て、あ、もっとちょっと自分を解放してからでないと踊れないというようなコメントとかいただいたんですけど、それね、違うと思うよ。解放したから踊れるのではなくて、このキラリを踊っているいくうちに解放されていく。だからまさか こんなん踊るとか、自分で撮影するとか、それを人様に、名前はバレないとしても世に出すわけじゃないですか。そんな自分を晒すわけでしょ。下手したら恥かくわけですよ。練習は汗もかくけど、
そういうことをやっていくっていう、そのまさかをやっていくことで解放され、踊れば踊るほど解放されていくんだと思うんですよ。昨日も私、こんな静かなところで踊れないとかね、いやちょっと今日疲れてるから踊れないんで座ってやろうとかいう時も、その状態でじゃあゆっくり踊ります、座った状態で踊りますとかって言っても、結局最後のキーラヒーやったらやっぱり踊りたいってなるんです。元気も湧いてくるし、なんかっていう感じにもなってね、おすすめです。で、生活全体が軽やかにちょっとなってきたかな。だってほら、ずっとこうやってさ、こんな感じで、ずっとこうやって風くん関係見てとかさ、そのついでになんかおすすめに出てきた動画見てとかさ、自分の動画で編集してとかって、こんな姿勢で やっててさ、朝だけ、はい、キラリってやっぱ無理なんですよ。だから朝それでやってキラリチューニングって私言ってますけど、キラリを踊ると元気に出発できますよって思ってたんですけど、そんな必要もないなと思って、なんかそのキラリを踊っていくことで快活な気分にはもちろんなるんだけど、それと同時に無理はするまいと、キラリを踊ることで今日の自分を感じるっていいじゃないか、まあ、ヨガってそういうことなんでしょうね。でも私ヨガすると血流良くなりすぎたの、くるくるしてめまいが1ヶ月とか、ヨガが向いてない人間もいるんだなと思いましたけどまあそんなんでね、私はダンスが向いてるんだ、向いてるっていうか、合うんだな、好みなんだなって思ってね、まあそんな自分も知っていくっていうことにもつながるなって思いました。そして、まあこれをやることでね、こんなおバカなことを、でもなんかこうそれを面白いやってくださる方もいて、まあなんかじゃんってこう乗ってくれる人もいらしたりして、まあ、そんな中に前もご紹介しましたけれどもね、安香さんみたいに今もリハビリをやってるんだけど、もう療法士さんたちがこれは最高のリハビリですよって言ってね、まあまだちょっと歩けるようになったとは言うものの、ちょっとまだ健常な状態ではない、その足で何も手も触らずにぴょんぴょん飛べたっつうんです。もう憧れ、好き、やりたいっていう気持ちはやっぱそんだけのものを引き出すんだなっていうことをまた改めてね、私も見せていただいたりさ、シャチさんっていう方が教えてくださったんですけれども、なんか息子さん、次男の方が脳性麻痺の障害児なんですが、私が風くんのダンスを踊るとめちゃくちゃ喜んでニコニコしてくれるんですよ。私が風くんに夢中になっているので一緒に楽しんでくれて、彼の養護学校の先生たちにも風くんの曲はいい曲なんだといつも広めてくれています。だって、うわーすごい、もうなんかもうこういうこんな素敵なお話を聞かせてもらえるだけでね、もういい、お腹いっぱい、もうここでやめてもいいっていうぐらい、ほんとやめないけど、やっぱりママが幸せでいるとなんかそういうのすごいわかるんだね、嬉しいんだね、ママのハッピーが、あーいいなー、なんて優しい息子ちゃん。そしてね、宣伝もしてくれてるっていうね、広めてもくれてるっていうね、いやー、風さんにもなんか届くといいな、こういうことが、はー、ありがとうございます。初めてですよ、フィリピンの風くんファンからコメントいただいた、芝生の上で踊ってるやつ、なんか Thank you for sharing this video とかって言ってね、それなんか、まあ、時々そういうのもなんか変な宣伝で来たりとかするからさ、あれとか思って、Are you Fujikaze's fans? って送ったら、 Yes, Mimi and I always talk about Fujikaze、 ミミちゃんってお友達なんでしょうね、なんか二人でいつもその風くんのことを喋ってるのって書いてあってさ、おお、ニューヨークでキラリを踊ったらフィリピンの風くんファンとつながっちゃったみたいな、そんなこともあるんだなと思って、まあいろいろすごい素敵なことが広がるキラリダンスでございます。まだ8月15日までね、22時間ございますよ。あ、昔の人は偉かったなと思って、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らにゃソンソンって、あ、本当だなと思います。まあ、もしよかったらどうぞご参加ください。今からでも行けます。